10分の1税とは、ユダヤ人やキリスト教徒等が、宗教組織を支援するため支払う、あるものの10分の1の部分のこと。自発的な寄付、租税、徴税として支払われる、11税とも。なお、アリストテレス名義の経済学第2巻や、孟子などにも見られるように、収入の10分の1を税として、国家、共同体に収めるという仕組み自体は、 イスラエル地域、ユダヤ人独特のものではなく、古代の地中海地域全般や、古代、中国などでも広く行われていたものである。今日、十分の一税は、通常、現金、小切手、株式による支払いであるが、歴史的には、農作物での支払いが可能であった。ヨーロッパでは、いくつかの教会に、十一献金を認めて税制に連動した世紀の、 皇帝として機能する国々もある。旧約聖書のレビキ、新明記ではすべての農作物の10%が神のものであると説かれている。これを根拠に教皇庁は十分の一税を徴収した。シリア正教会はシリア正教家キズムで十分の一税を教えている。しかし、ローマ法にはこの規定がなくあくまでも自由意思に基づく納付であるとする見解も、 存在し、同じキリスト教国であってもビザンツ帝国では課税されていなかった。一方、旧西ローマ帝国及び西ヨーロッパ世界では、8世紀前半までに十分の一税を強行に収める慣習が根付いていた。585年のフランク王国の主教会議では、十分の一税の納付を怠る者は破門できるものとした。779年には、カール大帝が、 ヘルスタル直令を出して、十分の一税は、フランク王国に住む全住人が、教会に納めるべき税金であると定め、以後一般的な税の一つとなった。カロリング町時代に、キリスト教徒が、司教区に払う税として定着。各地の司教が徴税の決定権を持った。ただ、中世後期になると徴税権が一種の風として、 封建領主に与えられたり、徴税受け負い人に売買されることもあった。さらに、国王がその権限を摂取して、自己の財源に充てる例も見られた。フルドリヒツビングリは、宗教改革で十分の一税を否定し、自発的に捧げられる自由献金を主張した。フランスのユグノーは、なんと直例の時自分たちの教会を持つことは許されたが、ローマカトリック教会にも、 十分の一税を納めなければならなかった。国教会から分離したプロテスタントの自由協会が、形成されて、自発的な献金によって協会が運営されるようになった。シリア正教家的ズムケアンズ、キリスト教全史 P404 命の言葉社、森川はじめ、フランスプロテスタント P75 キヨエジュさん書出版、日本キリスト教協議会、キリスト教大辞典教文館、 ありがとうございます。